どうも、高井です。無知の罰金。無知は搾取の窓。カモの宿命。私たちは消費者としてであれば、例えば電化製品で、価格 .com とか、Amazon を見れば、どこが一番安いかな、どのブランドが一番信用できるかなって情報に溢れてるから、選びやすいよね。その価格でも、満足できなかったら、じゃあ市販サイト見れば、って感じで適正価格で売ってたりする。食品でも地元付近でもいいし、ちょっと遠出してもいいんだけど、スーパーで A 店 B 店 C 店って感じで、どこが一番いい商品を売ってるかとか、どこが一番安いのかって見分けやすい。情報に溢れてるっていうのはそれだけ得やすいっていうのもあるから、消費者としてはありがたい。でも事業者として活動する場合、自分の商品を売らなきゃいけない。今だったらホームページでも、もっと最先端に行くんだったら YouTube の動画みたいな、そこまで行っちゃう。どのホームページ制作会社に依頼したらいいんだろうって困るわけじゃないですか。私ホームページ作れないって人も多いはずだからね。それは業者も同じなんですよね。ネットに詳しい業者って果たしてどれほどいいのか、超少ないって書いてあるんですよ、この本に。東京だと10社のうち3社、地方都市だと10社のうち1社、その程度しかネットで利益をちゃんと生み出してくれるホームページを作ってくれる会社ってないみたいなんですよね。どんなとこを見てくれる会社に依頼した方がいいのか、こういう会社はダメだよって話が載っています。デザインで、私はこういう風に作った方がいいんですよねって、デザインで結構ネチネチ言ってくる会社っていうのは避けた方がいいですよって。逆に、デザイン性は落としてても、こういう戦略で売っていきましょうって提案してくれてる会社に依頼した方がいいよって話が載ってるんですよね。なるほど、と。そう思っちゃいましたね。制作資金はどれくらいがいいのか。100万から300万はドブに捨てて、使えないようなホームページになっちゃうからやらない方がいいですよって話になっている。そのくらいにするんだったら、10分の1近くの30万程度でワードプレスを使って市販サイトっていうのは作った方がいいもの作れますよっていう。まあいいものって言っても手抜きをしたらダメになっちゃうんですけどね。最低でも400万か500万は投資しましょう。その400万から500万っていうのはあくまでも原価なので、本来は800万が1000万ぐらい利益を考えるとかかっちゃいますよ。ようやく800万が1000万でまともに利益を出してくれるホームページが出来上がるわけです。で、それプラスあれば毎月あたり100万ほどランニングコストがかかります。広告、ライティング、SEO、 それらを全て外注すると毎月100万ぐらいかかる。それを考えちゃうと、ある程度の規模のある会社でホームページって出せないですよね。じゃあもうホームページはいい、 YouTube、 今は SNS が流行ってるから YouTube だと思ったら、それはちょっと考え方を変えた方がいいかもしれないってことをこの本を読んで思いました。その理由は、クラウドソーシングの場合、プロのカメラマンの人に動画の制作を頼むと、簡単な挨拶動画、その会社の簡単な挨拶動画で、それも1本10万から20万。もうちょっと凝った動画作ろうかなと思ったら100万ぐらい最低でもかかるし、それでも安いぐらいだよって話です。果たしてあなた自身はそれでも作るのか、自分自身の力で作ろうって思ってる人は、この本、2016年の本なんですけど、この時代からさらに進んで、今では個人で太刀打ちできないっていう時代になってきてるので、さすがに個人で手を出そうっていうのは、もう戦闘機に竹槍で突っ込むような馬鹿らしい話になっちゃってるので、ぜひともこの本を読んでね、今のネット戦略のことを考えて、事業者でいるか消費者のままでいるか、それを考えた方がいいです。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。